はい、こんにちは。今日射撃に来てるんですけど、いつものね、クレー射撃、コールしてクレーがピョーンって投げて、でそれを撃つんじゃなくて、今日はね、紙の的を狙う射撃ですね。でいつもの三段、ばらける弾じゃなくて、単弾、スラグ弾っていうのを使って射撃で、実はね、やったことないです。初めて撃つんでね、スラグ弾大丈夫かな。しかも初めてなの、いきなり今日大会に参加します。練習なし。怖え。まあでも頑張ります。もう打っちゃっていいんですよね。あ、いいよ。戻そう。間違えてない。これ下つけた方がいいのかな。練習だろ。練習。台に置いて打ってみないよ。こういうの置いた方がいいのかな。ちょっと待って。はいはい。あの上にも。はい。あ、そうだ。固定してまず打たねえと。はい。こういうので打つ。で、これとね、この先のこの丸いの合わせて、まず一発打ってみるの。で、これこうやって置いちゃっていいってこと？いいよ、いいよ。はい、練習だから。だからそれで、どんだけこれを直すか、今度。はい、じゃあ想定します。いいですか？あ、右の方がない。靴、靴汚れてもやっぱり。どこ行った？そうそう、いや、あの、もう下げてる。開いた？開いた？今、左打った。何？あ、そう。これ練習で待って。なるほど。本社終わったでしょ？終わったでしょ？向こうにあるけど、本社はもっと後。下か。こっちは力。これだったら、本社の方が当たるよ。これだったら、これだったら、これだったら。怖さも上がってる。上がってる。終わり？上がってる。これじゃ上すぎかい。あ、そうか。あ、ないかなと思って。確かすれ違った。全然。真ん中の上。
左の下。名前のところ。最後だけ。だんだん。あそこに。はい。ご五敵終了。あ、十。あで。五番。いや、本社まで終わりました。本社まで終わったの。あ、いいな。はい、ということでね。静的射撃終わって、10発撃って68。いいのか悪いのかちょっと分かんないんですけど、まあ、続いて動的射撃ね、頑張ります。 OK ですか？当たんのかなこれ。大橋さん出た。OK ですか？はい、すぐちゃゆっくり。あれがね、声戻ってペタッとつくんじゃないですか。考えながら。考えながら。難しいなこれ。はーい。変なとこ行っちゃった？あの送ったらね、うん、そう、ブレるかなと思った。早めに打っちゃうと思った。入ったらね、果たしてうまくいってるのか。はーい、オッケー、はい。
はい。あー、これ下だ。ガクッと引いちゃったな、今。はー、送ってみようかな、どうなんだろう。はい。下打っちゃってるな。下打っちゃってるな。はい。どこ打ってんだか分かんない。オープンセットだから大丈夫。はーい。なんとなく出たと同時に打っちゃダメだな。ちゃんと狙わないと。はーい。今のは良かった。ただどこ当たってるかわかんない。当たってます。じゃあイノシシ取れるから大丈夫だ。はーい。3番。あー、ずれた。今のは多分ずれちゃう。終了です。終わりです。はい、全局終了です。あららら。終わりましたよ。いやー、難しい。自分で行かなきゃだから。はい、ということでね、今ね、動的射撃終わりましたけども、やっぱすごい難しい。立った状態で動いてる獲物をスラグで撃つ、プレーとはまた全然違うんですね。難しい。でもね、あの結果、もうね、点数、出たんですけど、初めての出場で準優勝。すごくね、準優勝。よし、やったって参加人数2人。みんなあとはね、ライフルの方で、スラグの方はね、僕ともう1人しかいなかったと。ね、しかもね、もう1人の方、あのスコープつけて撃ってたんで、ね、いやまあまあ、とりあえず、無事に事故なく終わりましたね。スコープあった方がいいのかな、やっぱね、高いしね。あと下平平がつけるなって言ってたから、まあちょっとね、これでもうちょっとオープンサイトで、頑張ってみたいな、まあぶっちゃけてお金がなくて買えないんだけどね。はい、まあ、とりあえずスラグ射撃ね、初めてでしたが終わりましたので、また今後もね、機会があったらやってみたいなと思います。はい、ということで、もしよかったら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。